ユニクロがロシアで1号店をオープンしました。開店前にはおよそ700人が列を作る人気です。大型ショッピングセンターの中にある広さ1200平方メートルの売り場には400種類の衣料が比較的ゆったりと陳列されており、品揃えや価格は日本と同じです。こういったジーンズが日本円で2000円以下で買えるということで、今このジーンズコーナー、人が歩けないほどのお客さんでにぎわっています。ユニクロの戦略は、安くて高品質の商品が少ないロシアの市場で自社製品の品質の高さを理解してもらうことにあるといいます。本当に何でも一つで構わないので、まずはご利用いただくってことが最初の一歩かなと。もう一つユニクロが力を入れるのが接客サービス。日本で研修を済ませたロシア人社員7人が店の中核です。いまだ売り手側のサービス精神が乏しいロシアの小売店を横目に、挨拶と笑顔、客を待たせない日本式接客はロシア人にも好評です。Мне очень нравится персонал, очень приветливый, всегда помогает, по любым вопросам отвечает. Вот. Сервис на высшем уровне, японцы молодцы, удивили. Спасибо. お客さんに対する態度とかその辺のサービスがやっぱ売り上げにつながると思いますか？あ、それはもちろんです。最高の日本のサービスをロシアに持ってきたいです。